今回は麻薬卵の作り方を応用して麻薬サラダチキンを作っていきます。それでは材料をご紹介します。鶏むね肉、玉ねぎ、ネギ、醤油、水、白ごま、みりん、砂糖、にんにくチューブ、粉唐辛子を使います。鶏むね肉にフォークを刺して数箇所穴を開けていきます。反対側も同じように穴を開けます。穴を開けておくことで柔らかく仕上がり味が入りやすくなります。アイラップを準備して鶏肉を入れていきます。玉ねぎ、ネギ、砂糖、醤油、みりん、白ごま、にんにくチューブ、粉唐辛子、水を入れます。アイラップの中で鶏むね肉と調味料がなじむように揉み込んでいきます。空気を抜いてアイラップを縛り冷蔵庫で半日から1日寝かせます。今回は1日寝かせてみました。鍋にお湯を沸騰させて鶏むね肉を入れて5分茹でます。5分経ったら火を止めてお肉をひっくり返したら蓋をして1時間そのままにします。火を通した鶏むね肉をアイラップから取り出します。中のタレは鶏の旨味もあってとっても美味しいので器でしっかりキャッチしておきましょう。早速できた麻薬サラダチキンをカットしていきます。カットしたら最後にタレを好きな分量かけて出来上がりです。残ったタレはチャーハンやパスタに使っても美味しいですよ。あ、美味しい。これこの動画が少しでも皆様のお役に立ったらぜひいいねボタンかチャンネル登録をよろしくお願いします。また作り方のご不明な点や作ってみた感想などありましたらぜひコメントにご入力をお願いいたします。